はい。半間岩尾先生です。2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一になり、それから、たくさんの競合と戦い、勝ち抜きまして、世界一の一番となったバイナリーオプション世界スペシャリストですね、日本一から世界一にですね、なったバイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩尾先生です。当時は1億円近く投資しておりました。で今回、それからズルトレーダーは現在 FX 統一となっています。去年2017年は世界第2位でした。それでですね、スペシャリスト社が使う最高のインジケーターを紹介しております。価格は300万円で1年間の利用となってます、このインジケーターね。で勝率これ全部 100% だけを分析させて、シグナルを出させてます。でこれが平均ピップスですね。1回のシグナルの平均ピップスとなります。これ内部設定値ですね。でですね、週に 2,3 回シグナルが出るだけです。週に 2,3 回しか 100% はないんで、2,3 回しか出ません。それでね、今後は保証しませんが、数打ってなんとか勝ち越すということですね。 100% にはなりません。過去から現在まで分析されて、正確に分析されて 100% のねシグナルということで分析されてね、たった3個しかないんですね。これね、3個4個、これ1週間前からなんですけど、3個約ね、10個9個8個しかないんですね、これ確実ね。他の通学国あるんだけど、今何もないんで6個だけにしました。見つかってません、他の通学国ね。17通学国ぐらいあると思うんですけど、ハイランドローの15分話ね。ということでね。それで、ハイランドロー社の場合、これだけ通学国あるんですね。18個ありますね。で、投資の時はね、この頭でとします。この点線が、黒線がありますよ。その前からここまでの間に打ちます。なるべく前の方にあるときね。でこれはちょっと遅れてダメです。これもダメですね。ということでシグナル出たらこの範囲でね、この範囲で打つ中で打ちます。それ以外は打ちませんね。このハイアンドロー社の15分足用ですね。で通学国はバンドですけど、シグナルがねこのように見つかりません。全部いいね。今のところ見つかっているのが6つですね。 100% 以上のシグナルだけを分析させて、そのシグナルだけを投資します。先週から試験で投資しているのが、先週2回全勝、今週は2勝1敗ですね、というふうになってますね。それで勝率企業ですね、今4日ですね、あと今週5、6、7あるわけなんですけど、それで成績どうかということですね。勝ったり負けたり、週に2、3回なんでね、今週ないかもしれないシグナルがね。ということで、このシグナル通り打っているだけですね。で、ちょっとそっちはちょっと見せないようにしましょう。で、セリフはこの2つ打ってるだけなんですね、これね。で、1週間前からのね。ということで、まあ、勝率 100% と、ね。これで出てですね、シグナルは。これね、出てるんですね。
まあ、設定値でこのように 100% になるようにで、このピックス平均ピックスが高くなるように、ね、今50ピックス以上を見てますってね。で、100% 以上のだけをね、ピックアップしてます。で設定値をこれ無限に打ち込んでね、いいのを探ります。そうやって、このいい設定値を見つけて投資するわけですね。そうしますと、今後は 100% の勝率じゃないですけど、勝ったり負けたりして、この 100% だとね、少し勝ちにくよということですね。現在まではね。今後は保証できませんね。購入しても今後稼げなくなった場合は、保証できませんからね。サンプルでも30万しますから、ね、そこでしっかり調べてください。サンプルでは、サンプルで、ね。ただ、サンプルですね。ということですね。これはね、ハンマヨー先生のバイナリ世界バイナリオプションスペシャリストのハンマヨー先生が、今使っている一番のインジケーターですね。ということですね。どうもありがとうございました。今週いっぱいしましたけどね。2勝1敗ですね。先週は2連勝ということでね。まだ今週はありますから分かりませんけどね、このハイアンドロー社のねバイナリーオプションですね、ここで打つわけですね。この範囲でね、15分前から10分前ね以上ね、あんまり遅く行ってるのは合ってませんから、またダメなんですね。頭の方ですね、この辺と打てるようにということで、シグナルが来たらね、5分間隔にこうね、分離できてるから、細かくシグナルが出ますからね。1、2、3だとね、1、2、3だとね、そうですね。ということでした。最強の、インジケーターの紹介です。300万です。リースですね。1年間の利用で300万です。どうもありがとうございました。